皆さんこんにちは。はい、女子の皆さん、メイクブラシ洗ってますか？私はね、正直全然洗ってない。洗ってないんだけど、この間ねダイソー行ったらなんかねすごい良さそうな気になるものを見つけたので、今日はねそれを紹介していきつつ実際に使ってみたいと思います。で、その買ってきたものがこちら、メイクブラシ専用クリーナーと、メイクブラシクリーナーでーす。なんかね、こっちがこのメイクブラシをなんかね、ここにイボイボがあって、なんかねくるくる回すだけで、汚れが取れる、容器で、これがねその専用クリーナーなのかな、ここに入れて回すと、汚れがみるみるうちに取れるということなのよね。どのぐらい汚れが取れてブラシが綺麗になるのかを実際に使って検証してみたいと思います。はい、ということで開けていきましょう。すごいね、今ダイソーもほんといろんなものがねどんどん出てきて、なんて言うんだろうね、こうあるといいなとか、こんなものまでっていうものまで、なんか日本語変、語彙力やな。どんどんねいろんなものが作られてますよね。はい、で中がこんな感じ、こんな感じのねイボイボがねついてますね。でこれはね、ただ洗った後のこうブラシとか干したりこうなんかねさせますよっていうやつっぽいですね。はい、ということで実際にやってみよう。このようね、約 20ml 注ぎ、ブラシの毛をすべて浸します。はい、20ml よくわからんから、浸せる、ひたひたになるぐらい、あれここが開いてなかった。なるほどね、ここがね閉じてないとねやばいよね、もう絶対漏れちゃうよね。はい、ということで、これかな。そしてメイクブラシ入れて、くるくる動かすと、はーい、はい、ではやっていきましょう。はい、ではここにブラシを入れて、くる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 、てかなんか、うわ、すごい、入れた瞬間に濁ってきた、なんかオレンジっぽくなったと思ったら肌色っぽく、てかすごないこれ、もうこんなんだけど、やばない、これ大丈夫？ちょっとグロいかな。ごめんなさいね、動画見てる方。すごい、こんなに一瞬で汚れが出た。汚れ？うわ、すごい、こんなに濁った。はい、ということで、なんか、わかる？この濁り加減。やば。なんかもう、濁ったミルクティー色みたいな。すごいね。ということで、はい、じゃあこのブラシを乾かしていきたいと思います。はい、というわけで乾かしてみたんですけれども、これ本当は自然乾燥の方が多分いいと思うんですけど、ちょっとね私撮影の関係でちょっと自然乾燥かなり時間かかってしまうので、私はね急遽ドライヤーで乾かしてみました。でね、まだね完全に本当に中の方まで完璧に乾いてるわけではないんですけど、じゃん、見てください、どう？これめっちゃ綺麗じゃない？ね、最初の時と比較してみて、全然違うから。最初の時は白っぽくて、全体的になんか粉っぽい毛の色とかももうくすんでる感じだったんですけど、それがね綺麗に取れて毛本来の色が出たかなっていう感じです。いやー、すごいね、こんなに一瞬で汚れがもうみるみる、もうほんと年多分1、2週ぐらいでもうすごい汚れが出てきたもんね。もう本当にたったもう数十秒であんなに汚れが出てくると思いませんでした。やばいね、ダイソーさんすごい、これは本当にすごいいいと思う。あまりにね汚れがねもう簡単に落ちて、すっごい簡単に綺麗になるので、私ねめっちゃ気に入ったので、ちょっとね他のブラシとかも何本もあるので綺麗にしてみたいと思います。はい、これはね本当にマジでおすすめなので、皆さんもねめっちゃ簡単にできるのに、ぜひやって綺麗にしてみてください。綺麗なブラシで綺麗だね、チークをつけて、女子力に磨きをかけていきましょう。ということで本日の配信は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。男性の視聴者さんもねちょっといるかなと思うんですけど、男性の方もね、メイクはしないと思うんですけど、ご視聴いただいて本当に嬉しいです、ありがとうございます。もしねこの動画がね少しでも参考になったよとかね面白かったら、ぜひ
高評価と、あとチャンネル登録もどの方ぜひ、よろしくお願いします。あとね、インスタとツイッターもやってますので、そちらもよかったらぜひぜひ見てみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。